時計、時計、時計、時計とは、時刻を知るための、また時間を計るための機器、道具。11世紀以降の機械時計には、動くための力、一定の速度で動かすための超速機、測った時を外部に伝える部分の3要素がある。動力としては、重りを引く重力、ゼンマイ、ネジ、電気などが、主に使用される。超速機としては、振り子、テン 音叉、電力線、水晶、原子などが利用されている。外部に伝える部分は一般的には針、アナログや文字、デジタル、音などである。1970年代頃までは腕時計やオケ時計では動力にゼンマイを使った機械式、かかり時計では電気、トランジスタ式がほとんどであったが、1980年代以降、現在のほとんどの時計は動力に 電気、超速機に水晶振動子を使ったクォーツ時計となった。ただし、機械式時計が完全に廃れたわけではなく、その完成度の高さから機械式時計の愛好家は多い。市販のクォーツ時計の多くは1秒間に32,768,2の15乗を回振動する 32.768kHz 水晶振動子を用いて時を刻む。 必ずこの数値でなければならないわけではないが、時計に組み込むのに適切な大きさの振動子で発生しやすい周波数であり、また簡易な回路で分集を行い周波数を半分にする操作を繰り返して1秒を得るために2のべき乗の値であると都合が良いことから、この周波数がよく用いられる。他の周波数の推奨を振動子が用いられることもある。また、近年は、 セシウム原子の振動、九十一億九千二百六十三万千七百七十ヘルツイコール九九点一二1六三一七七ギガヘルツを用いた原子時計の時刻をもとに発信された電波、標準電波、ジャジーを受信し、クォーツ時計の時刻を自動修正する電波時計も利用されている。日本での標準電波の発信基地、電波送信所は、福島県田村市宮古地地区。 大洋町谷山 40kHz と佐賀県佐賀市、富士地区鋼山 60kHz の2カ所。さらに進んで地球上どこでも受信できる GPS の電波により時刻修正を行う衛星電波時計も出現している。一方、動力については電池交換の手間を省くため腕時計の分野では手の動きから力を取り出して発電機を駆動して アップス電気を得る方法や文字盤や盤面以外の部分に組み込まれた太陽電池度により発生した電気を二次電池もしくはキャパシタに充電しながら作動するタイプが出てきている。また時計は電子機器の多くにも内蔵されている。これはビデオの録画予約や電子レンジの加熱時間などタイマーとして使われる。英語で時計を指してクロック、クロックというが 同じ語はデジタル回路、論理回路のクロック同期設計における同期のための信号、クロック信号を指しても使われる。クロックの記事を参照。パソコンなどではそれより他にリアルタイムクロックという時刻を刻む時計も持っていることも多い。またオペレーティングシステム内では通常、さらにそれらとは別のタイマーを利用した時刻管理系を持っている。有志以前より 人類、おそらく他の動物にも、は、太陽の位置などにより、朝引く昼引く言う程度の曖昧で不明確な時の概念を持っていたと考えられる。太陽の位置を知る方法に、固定された適当なものの影を見るというのがあり、これは、いわゆる紀元前約2000年頃に発明されたと言われる人形である。しかし人形は、晴天の日中しか利用することができない欠点がある。 そのため、別の物理現象を使って、時間の流れを測定する時計が考えられた。例えば特定の大きさで作ったろうそくや線香、ひなわが燃える距離を使う、燃焼時計、水や砂が小さな穴から落ちる体積を使う、水時計、砂時計などであり、紀元前1400年、紀元前700年頃の間に、エジプト、イタリア、中国などで考案された。 中でも水時計は流速を一定とした水を使用することから、それを動力とした気候を発達させ、かなり複雑な気候を使用するものへと変化し、やがて機械式時計を生み出すこととなった。北総時代、より正確に時間を計るため駆動軸の動きを制限する脱進機が発明され、1 9 9 2年にイケル賞によって世界初の脱進機付き時計台である。 水運儀増大が開封に建設された。水運儀増大は時計台であると同時に天文台でもあった。同時期、イスラム世界においても水時計の進化は進み、その気候の多くはヨーロッパへと伝播した。14世紀にはヨーロッパで定期的に重水を引き上げ、それが下がる速度を棒天プと脱進機で調節する気候が発明された。また1510年頃、 ニュルンベルクの上前職人、ピーター・ヘンラインが善意を発明し形態できるようになった。1583年、ガリレオ・ガリレイは振り子の周期が振幅によらず一定であること、正確には振幅がごく小さい場合に限られるを発見し、振り子時計を思いついた。百五十六年、クリスティアーン・ホイフェンスはサイクロイド曲線を描く振子び振子に動力を、 与える方法を発明し、振り子時計を作った。1654年、ロバート・フックは、髭全イの研究を行い、それが、振り子と同じく一定周期で振動することを発見し、1675年、ホイフェンスはこの原理を利用した懐中時計を開発した。18世紀初頭に入ると、時計技術の進歩はさらに進み、ジョージ・グラハムによって、 シリンダー脱進器が発明され、彼の弟子であるトーマス・マチは、レバー式脱進器を発明した。中世ヨーロッパでの時計の意義は主に宗教目的で、神に祈りを捧げる時を知るためのものであった。しかし大航海時代に入り、転速工法及び啓示によって、現在位置の経度を知るためには、揺れる船内に長時間放置しても狂わない、正確な時計、クロノメーターが、 必要となった。時刻にして1分の誤差は軽度にして15分、1、4度、赤道上で 28km もの誤差となり、時計の狂いが遭難や座礁につながるという事故が多発したためである。1713年イギリス政府は5ヶ月間の公開で誤差は1分以内という検証条件に2万ポンドの賞金をかけ、1736年ジョン・ハリソンが 見合う時計を完成させた。しかしハリソンが単なる職人だったためか、イギリス議会はいろいろと難癖をつけて、賞金を払わず、40年にわたって改良を重ねさせた。ハリソンは、ジョージ世の取りなしがあって、ようやく賞金を手に入れられたが、それは彼の死の3年前であった。時計製作の歴史に革命を起こしたのが、天才時計師として、名高いアブラームイコール、 ルイ・ブレゲであり、彼によって時計の進歩は200年早まったとされる。ブレゲはスイスのヌシャテルで生まれた後、フランスを中心に時計製作を行い、トゥール・ビヨン、永久カレンダー、ミニッツ・リピーターなど、現代の機械式時計にも用いられている画期的な名を数多く言った。ブレゲの顧客には、フランス国王ルイ十六世、ナポレオン・ボナパルとイギリス国王ジョージ三世、 ロシア皇帝アレクサンドル一世などがおり、当時の最高権力者たちはこぞって、彼に時計制作を依頼していた。ブレゲがその生涯に制作した時計は約3800個と言われ、数々の傑作を生み出したが、その中でも最高傑作として名高い一品が、王妃マリー・アントワネットの注文に応じて制作された、懐中時計、マリー・アントワネットである。その後、 機械式時計は、精度や形態性を求めて様々な改良が施された。また、この17から19世紀初頭は、職人の土手チームによる手工芸的な少量を、生産から、いかに大量生産で高精度の時計を作れるか、定期的な保持を誰でもできるかという要求により、改良がなされていった時代である。全イ動力のかかる駆動部の歯車はなるべく、 均一な力がかかるように、歯車の歯数を互いに割り切れないようにする工夫もなされた。気温によって振り子の長さや髭マイの弾性が変化することも精度に影響するため、二十世紀初頭に熱膨張率の小さなインバー合金、温度によって弾性率の変化が小さなエリンバー合金が発明され大きな貢献を与えた。各種あった脱進機も 現在のアンクル脱診機にほぼ絞り込まれていった。二十世紀に入ると、動力として電動機が使われるようになった。当初は、超速機構を在来機械式時計と同じくしながら、動力源を全米の代わりに電動機としたのみであった。さらに、第二次世界大戦後には、小型オケ時計や腕時計の分野で、電気の安定にトランジスタを使った、トランジスタ時計、超速機に、 RC 発信回路を使った時計、音差を使った音差時計などが開発されたが、一般向けの実用時計としては、水晶振動子を使ったクオーツ時計、実験施設等の高度な掲示装置としては、セシウム原子の振動を利用した原子時計等、新たな高精度な時計の出現によりほとんど姿を消した。クオーツ時計は廉価で小型化が可能で、 1>, 1ヶ月の誤差が15秒ほどと実用上十分の精度があるため現在では一般的に使われている。一方原子時計は2000万年に1秒くらいの狂いという高精度を持つもの、21世紀初頭の段階では廉価、小型化が難しい。そこで原子時計による時報を適当な頻度で電波によって受信し、クォーツ時計の時刻を自動修正する電波時計も利用されている。 またこれ以上に正確な時刻を知る必要がある。科学技術用途など場合、GPS により10億分の1秒オーダーの正確な時刻が地球上どこでも容易に得られるようになったことも特筆に値する。クォーツ時計が一般化する前の電気式時計では、アナログ式では電源周波数に同期して回転するサーボモーターを使ったり、デジタル式では電源周波数より1秒ごとのパルスを得て、 駆動していた、校舎現在でもビデオテープレコーダーなどのタイマー、予約用時計に使われることがある。このため、商用電源、日本では50、60Hz は、長時間で誤差が累積されないように進み、遅れの制御がなされている。一方、機械式時計の新しい発明として20世紀末には、ジョージ・ダニエルズによる、高アクシャルダ新機が提案されている。これは、 アンクル脱進機以来の発明と言われている。また、成功によるスプリングドライブの発明は、機械式時計とクオーツ式時計の融合として革命的である。時計産業は17世紀にわて工芸的な産業であり、イギリス、フランス、スイスによって激しい技術競争が起こっていた。このうちフランスにおいては、なんとの直例が、 ルイ14世によって1685年に寄され、ユグノーが多かった時計職人たちは、迫害を逃れてスイスへと移住し、まずジュネーブで、次いでその北東に位置するヌシャテルにおいても、時計産業が栄えるようになり、この二都市がスイス時計産業の中心となっていった。先発であるジュネーブが高級時計を主力としたのに、対し、ジュネーブからの職人移住によって形成されたヌシャテルや、 ジュラ産地の時計生産にいては廉価な時計の生産が主力となっていた。時計の製作は複雑なため、個人ではなく職人たちがチームを組んで分業により、製作する方式を採用していたが、これには一つ一つの部品が正確に製作され、それが組み合わされて狂いなく動作することが必要であり、この職人集団は結果として正確な機械、製作技術を身につけることとなった。 この技術は他の機械製作にも応用されるようになり産業革命の技術的基礎となった。この頃までの時計は航海の安全に直結するクロノメーターを除けばほとんどは装飾品に過ぎなかった。しかし産業革命時代に入ると正確な時間を知ることが必要になりそれまでの装飾品としての時計から実用品としての比重が急速に高まった。この頃は 未だそこまで正確な時計は完成していなかったが、アメリカ西部開拓時代になると、正確かつ企画化された、鉄道時計の需要が生まれ、精度の高い時計が求められるとともに、アメリカ開発、生産の重心を移していった。ところが労働コストの上昇等により、20世紀前半までには、アメリカの時計産業は衰退した。19世紀末から、労働コストが安いスイスドイツなどが、 時計産業の中となった。日本での工業としての時計生産は、明治時代中期、1880年代以降に、東京、大阪、名古屋周辺で、かかり時計、おけ時計の製造が始まったのが講師であるが、懐中時計、腕時計等の精密時計の大量生産は0、世紀に入ってから始まった。1927年にはアメリカにおいて、 クォーツ時計が発明されていたが、1960年代には、急速に改良が進んで実用化されるようになり、1969年には、アナログ式クォーツ腕時計が日本において、初めて商品化され、さらに1970年代以降のデジタル化へのシフトにより、スイスの時計産業は衰退し、日本へとその主軸を移していった。20世紀末には、生産地がさらに、 アジア諸国にシフトしていった。この頃には、クロノメーター時代の最高精度の何倍もの精度の時計が廉価で買えるようになり、デジタル時計なども実用的にはこれ以上進歩の仕様がなくなった。ただし大量生産されたクオーツ式時計には、ものとしての所有感が乏しいため、スイスドイツ、日本の高級精密時計産業がまた盛り返した。実用的な道具としての時計へと、 高級な試行品としての時計に二極化していったと言える。その後21世紀になると、携帯電話等に付属する時計を利用するユーザーが多くなったため、前者の実用的な道具としての時計産業は衰退しつつある。後者の高級精密時計産業は、特にスイスの時計生産業者やファッションコングロマリットによりグループ化され統合されて発展しつつある。 ファッションブランドとの統合による資本の安定、他の産業、自動車、工学、精密、電子機器などとの複合経営による資本の安定や、技術の応用、還元などにより、機械式時計も、技術的にも、さらなる発展をしつつある。その他パソコンの画面上では、タスクバーで時間が、標準表示されるほか、主にガジェット、フリーソフトとして、各種アナログ、 デジタル時計が多数公開されている。アナログ式は、長針と短針を組み合わせた、針式。通常、長針1回転が60分、短針1回転が12時間を表す。通常、演習の等分の位置に、アラビア数字やローマ数字を配置した、文字盤を用いる、12方向あるは4方向に数字を置く。背景に数字を入れない、デザインのものもあるが、 時計の針は同一の周回を回転しているため、上下方向が定まっていないと、時刻を認識できないことになる。そのため、実用的な時計においては少なくとも、上下方向は決まっている、背景が無地の壁掛け時計など。アナログ式は、ほとんど12時間表示、12等分であるが、24時間、表示の数字を小さく併記するものもある。 文字盤の時間間隔については、日長により変化する不定時法、一部のは時計などのもの、あるが、基本的に現代の時計は、時間間隔が常時一定の定時法を取る。その他文字盤に、多数のメモリが追加され、クロノグラフ、秒、文、字やカレンダーが針で表示できるものもある。日付や月齢などは回転する板を、穴から覗くようにして、文字盤字板に表示するものも多い。なお、 12時方向や3時方向などアナログ式時計の文字盤に見立てて方向、方角を表す方法を黒くポジションという。基本的に右回りであるが、その理由として非時計が右回りであったためという説が有力である。デジタル式は数字で直接表示する方式。デジタル式には12時間表示のものと24時間表示のものがあり、 切り替え可能なものも多い。時計を動かす動力は、マイバネや重りである。ゼンマイバネはゆっくりとほどけながら動力主軸を回し、重りはゆっくりと下がりながら動力主軸に巻きついた、鎖を引いて、主軸を回す。ゼンマイバネがほどけ切ったら、巻き直し、重りが下がり切ったら巻き上げる。ゼンマイバネがほどけ切るまで数日から数十日のものが、一般的だが、 万年時計のように長期間動き続けるものも作れた。動力主軸、一番車の回転は単身を回転させ、歯車を経て回転比を上げた軸、二番車が長身を回転させる。さらに、これより回転比を上げた軸、三番車、秒身付き時計の時代には秒身に用いられるようになった最後の軸、四番車に行くに従いトルクは小さくなり、 速度は速くなる。4番車には、超速機構である、エスケープメントが取り付けられ、速度を調節するようになっている。現代の代表的な脱進機は、アンクル脱進機であり、腕時計、懐中時計から柱時計にまで応用されている。以前は、数年に1回の分解掃除が必要とされてきたが、多数所有が当然となって、使用頻度が落ちていることやオイルが改良されてきた。 ことから十数年に一度で良いという意見も、初期馴染みが出た、購入後二年くらいで整備しその後は、整備間隔を広く取る、等の意見もある。分解掃除は主にオイルを足したり、機械パーツの摩耗により発生する、金属粉を取り払うために行われるが、使用オイルを指定する機種もあり、適正量は極めて少量であるし、また、部品の破損、紛失の危険性も高いため施行は難しい。 結果として、専門の業者に依頼することになるが、機械時計が主流でなくなってから久しいため、まさしく分解掃除ができる業者が減り、また、機械式時計ブームに乗って、ちゃんと分解掃除ができないのに受け付ける業者も増えて、きたことから、業者の選定には、注意が必要である。アンクル脱診機では、4番車の同軸に、特別な、歯車、 ガンギシャとガンギシャを止めるためのアンクルが取り付けられる。アンクルの二つの爪は、ガンギシャを二つの位置で止める。またアンクルは、規則的に往復運動をする振り子やテンプに動力を供給し、逆に振り子テンプは押されると一定時間後に、反対側でアンクルのロックを解除する。アンクルが片側に触れた時には、一方の爪は、ガンギシャから外れて、もう一方の爪が、 ガンギ車にかかるようになっている。ガンギ車のハやアンクルの爪の形状には工夫がしてあり、アンクルの爪が外れて、ガンギ車が回転する際にわずかに爪を押し返すようになっている。アンクルが左右に触れるたびに、ガンギ車はちょうど1波分だけ回転する。アンクルの左右の触れを規制するためにバンキングピンと言われる部品があり、チクタクと聞こえる時計の音は、アンクルがバンキングピンにぶつかる。 際の衝撃音である。振り子は重力加速度と重りまでの腕の長さによってほぼ振動周期が決定される。テンプはクロノメータ、懐中時計から腕時計に至るまで振り子を携帯する必要性のためにこれを往復回転する輪にしたので周期は渦巻き羽根の長さによってほぼ決定される。振り子の振れ幅テンプの回転角度によって周期は 厳密には異なるが、ほぼ一定とみなすことができる程度であるため、巻き始めと巻き終わりで著しく、トルクが異なる、全枚の動力により振り子、またはテンプが弾かれる、強さが異なっても、ほぼ一定の周期が保たれるわけである。ジョージ・ダニエルズによって発明された、アンプルが、ガンギ車を止める際に、大きな衝撃が加わらないような動作をするもので、理論上構成部品の金属が、 全く摩耗しない、強さの衝撃に抑えられている目機械の寿命低下を軽減すると期待されている。三つの爪を持つ、アンクル、同軸の二枚のガンギ車、ちなみに二枚ともはは、ガンギーイコールもはや狩りの首の形をしていない、バランスローラーを持つのが特徴である。機械式時計の和列を用い全枚を動力としながら、脱進機部分に発電機を備えクオーツ機構により、 当時性を制御するものである。進み遅れを、クォーツ部分の時刻と比較し、発電機の抵抗を増減することにより調整する。電気式アナログ時計では、機械式と、和列は同様であるが、動力が伝わる向きは逆である。すなわち、超速機構の位置にある動力源、電磁テンプやモータなど、秒針位置にある動力源、ステッピンモータなど、で駆動する。なお、 伝統的な和列により時引く分引く秒針が同期動作するのではなく複数のステッピングモーターを搭載し時引く分と秒針または地震と分針と秒針を独立に動かせるコンピュータ制御の時計も一部にいるモード切り替えワールドタイムクロノグラフなどにより針がジャンプしてシンプルな文字盤で多機能を実現するためである 推奨発信を分集したデジタル電子回路で低速のパルス、多くは 1Hz イコール秒1回を発生させ、ステッピングモータをそれに応じた角度だけ回転させる。1Hz でモータが60ステップの場合、直接秒針を駆動する。アナログとは言いながら、中間の針位置がない、6度刻み動作になる。現在の電気式アナログ時計の主流である。 アナログ電子回路を発信させた電気振動で電気音差を駆動し、その先についた爪で秒振動軸の円盤に刻まれた細かい歯車を送る機構。アナログ電子回路では 1Hz などの低速のパルスは精度よく発生しにくいため、このような機構が発明された。小型化され腕時計にもなっている。1928年入ャテルの技術者、ジャンイコール・レオン・デュッテ。 ジーン、レオン、ロイターは、気温の変化により駆動される時計を発明した。丸型で、ガスと塩化エチルが注入されたタンクが取り付けられ、その温度変化による膨張収縮により、アコーディオンを動かしゼンマイを巻き上げる構造になっている。摂氏15度から摂氏30度の間で、摂氏1度の温度変化が生じれば2日間動く。 この原理を利用し1936年により、ジャガーアルクルトがアトモスの名称で発売している。永久磁石が付いたテンプ、または振り子を駆動コイルの磁力で駆動し、駆動コイルに流す電流の制御に発電コイルとトランジスタを利用する、など、時計を身につけることが一般化するにつれ、以下に挙げる時計に関するマナーも自然発生的に広まった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。